ロマネスク建築、ロマネスク建築、ロマネスク建築は中世西,西ヨーロッパの建築様式である。時代区分としては、おおよそ1000年から1200年頃までのゴシック建築以前の建築を指す。同時代のビザンティン建築と同じく教会堂建築において最高の知識、技術、芸術が集約されており、彫刻や絵画は聖堂を装飾するための、 複次的要素であった。ロマネスク建築の建築物は大陸全体で見られ、帝政ローマ建築以来初めての繁ヨーロッパ建築様式とも言える。ロマネスクという言葉は美術史、建築史において19世紀以降使われるようになった用語である。直訳するとローマ風のという意味であるが、当初は堕落しそやになった。 ローマ風の様式という別称としての側面が強く、その芸術的、建築的価値が評価されるようになるのは20世紀になってからである。ロマネスク建築は、11世紀に、ザクセンチョウ神聖ローマ帝国によって、西ヨーロッパの秩序が回復した後、フランス、スペイン北部、ドイツ、イングランド、イタリアと、これらに囲まれた地域で形成された建築である。東、 ヨーロッパなどの周辺部については、わずかながら、ロマネスク建築の特徴を持った、境界道が点在するが、本質的には、西ヨーロッパで起こった建築である。ロマネスク建築の初期の発展については、カロリング町、フランク王国の時代を通じて組織化された中世、キリスト教会、特に11世紀に、西ヨーロッパの学問と文化を主導する役割を担っていた。 修道院活動によるところが大きい。ロマネスクの時代、修道院運動は前世紀を迎えており、11世紀に設立されたクルニー修道院と12世紀創設の指導会の活動はロマネスク建築の発展に特に関連付けられる。12世紀後半になると、教会改革によって修道院の活動はより厳格なものとなり、修道院建築は簡素なものとなるが、 神聖ローマ帝国の権力が解体されたことによる地方風習の勢力拡大とヨーロッパ全体の農業と産業の発展に伴って世俗の支援者たちによる拠点都市への対境街道の建設が行われるようにな。このため地域的な祭が大変大きくなり、イベリア半島やイタリア半島南部ではイスラーム芸術が入り混じった独特の建築、シチリア王国の建築や アンダルシアのムデハル様式を形成し、12世紀後期のビルイコールドイコールフランスは、すでにゴシック建築と呼べる段階に移行している。ロマネスク建築初期の特徴は大きくフランスのロワール川の南北で分けることができる。ロワール川以北では、初期ビザンティン建築と同様に、境界道の形式としてバッシリカが採用されたが、 各中に指示された分厚い石の壁で覆われた空間が好まれ、美学的には、速楼と振動を円柱でスクリーンのように分離し、壁面をモザイクとして物質性を否定するような初期キリスト教のバシリカとの係り性はほとんどないと言える。ロアールがワイナンでは、ボールと天井を備えた単独式教会堂が多く建設され、後に広間式教会堂と呼ばれる形式が発展した。 バッシリカと単老式ともにカロリング調の時代から建設されており、建築士屋によっては8世紀から9世紀のカロリング調建築をロマネスク建築に含める場合がある。11世紀以降をロマネスクとする説では、それ以前のものを初期キリスト教建築、またはプレロマネスク建築などと呼ぶ。ロマネスクという言葉は19世紀から用いられるように、 なったが、19世紀の人々が、どのように考えたにせよ、ローマ風の言葉が意味するほど、古代ローマの建築物と深いつながりがあるわけでない。ロマネスク建築は、ゲルマン民族の侵入によって、ローマ文化が途絶えてしまった地域で盛んになったのであり、初期の段階では、先行する建築物や、同時期の他文明からの影響はほとんどになれない。 西ヨーロッパの建築の歴史は、メロビング朝フランク王国の建築や8世紀以前のアングロサクソン建築について、おぼろげながらその輪郭が描ける程度に過ぎないので、カロリング町、フランク王国から始まることが一般的となっている。しかしながら、シャルル・マーニュによって一時流星を誇ったカロリング町の建築活動は、彼の死後、9世紀末から10世紀後半にかけて、 衰退した。一般的に、ロマネスクの始まりは960年頃、あるいは政治的区分に従って1000年頃とされるため、カロリンガーサ建築は、ロマネスク建築に含まれないが、シャルル・マーニュの時代に、ロマネスク建築の特徴となる要素の方が,が、認められるため、ロマネスク以前を便宜的に、プレロマネスク、あるいはプリロマネスクなどと呼ぶ。ここでも、8世紀から10世紀末までを、 プレロマネスク都市、11世紀以降をロマネスク建築として記述する。プレロマネスクの重要な建築形態は、バシリカと単独式教会堂、ソルカーシュである。単独式教会堂は、柱のない単一空間に内人が連結した単純な教会堂で、しばしばこれにアプスや奨励排出などが付け加えられる。単式教会堂は、ロマネスクの教会堂に、 側廊のないものがあること、境界道が空間の足し算によって成り立っていることを証明するものある。霊拝室などの付属室は不規則に連結する場合もあるが、振動の左右に並べて、側廊のように配置されることもあれば、振動の左右に取り付いて、袖廊を構成することもあった。付属室を四方に備えた。 単独式教会堂としては、西モート王国の時代に建設されたサンペドロデラ、ナーベ聖堂、691年頃、レオン王国によるサンタクリスティーナでレーナ聖堂、デー、ゴロがある。イタリア半島では、初期キリスト教建築の伝統的なバシリカが作り続けられたが、イベリア半島北部のアストリアス地方では、イタリアとは異なる性質を持つバシリカを生み出した。 オビエドのサンフリアンデロス・プラードス制度800年頃は平面上では東端部にトランセプトを有するラテン十字型のバシリカであるがトランセプトは振動と側廊から明確に分節されさらに振動とトランセプトの両端部にそれぞれナルテクスが追加されている初期キリスト教建築のような空間の一体性はなく独立した各部分を寄せ集めた可用な形態である サンミゲルデリー旅制度800年頃は現在では西半分しか残っていないが当初の境界道はかなり容易に復元可能である。平面はバシリカであるが側廊は天井の低い部分と袖廊のように天井が高い部分が繰り返されておりやはり内部空間は分離している。ドイツに建設されたバシリカはイベリア半島のものよりも初期キリスト教のものに近いが アーケードは円柱ではなく、太い角柱で構成された。また、東端部はアップスで終わるのではなく、より複雑な構成をとる傾向にあった。プレロマネスクのもう一つの重要な特徴は、西構え、ウエストワークの発明である。ロマネスク建築からカロリング状建築を外すことが難しいのは、まさにこの西構えという形態を想像したことにある。西構えとは、上部に、 塔のような外観の都市粒を備えた西端部であり、実際これはその当時に塔と呼ばれ、ついで完全な塔となった。正方形平面で多層階からなり、1階が玄関広間、2階に東側をアーケードで振動に開放した大広間を持つ。プレロマネスク期の西側前は、コルバイのザンクトビートス級、大衆動院教会堂のみがかなり改変された状態ではあるが残っている。 現在は、境界の軸線に対して、幅が広く、奥行きの浅い塔場の構造物で、後に、横断型日正面と呼ばれる形態に近いが、かつてはほぼ正方形の平面で両側の塔は、中央塔よりも小さかった。内部は1階が、ロマネスク建築の広間式、クリプタと呼ばれる形式で構成され、2階に広間を、備える。一般にこれは、皇帝の玉座室か、 皇帝専用の礼拝室であったとされるが、これを裏付ける資料はなく、儀式のために必要な空間、あるいは、教会堂に付属する、補助的な教会堂とする説もある。アーヘンの宮廷礼拝堂は、カロリング町建築の最も有名かつ主要な建築である。790年から805年にかけて建設された、この礼拝堂の直接の源泉は、ラベンガにある、 サンビターレ聖堂であると説が最も有力で、八角形平面と半円アーチのアーケードは、ラベンナのものとよく対応する。しかし、アーヘンの礼拝堂の内部は、太い角柱が強調された高い筒のような空間で、内部と周歩楼がはっきり分離しており、曲線の柔らかさは感じられず、全体的に硬い印象を与える。また、 アーヘンの礼拝堂は八角形の内陣に対して十六角形の外壁を持ち構造的に複雑なものとなっている。このようなアーヘン礼拝堂とサンビターレの際は初期キリスト教建築から聖洋建築への変遷過程にあったカロリング城建築の特徴をよく示しており、同時代とその後の時代の集中式教会堂に明快な影響を与えることになった。ロルシュのローンは ベネディクト会修道院の入り口に建設された外観がほぼそのまま残る唯一の建築物である。二階建ての建物で、一階が木造の平天井が架けられた門となっており、二階が大天使、ミカエルの祭室となっている。外観は、一階が三つのアーチを架けたローマの外線門風の衣装を持ち、二階の立面を柱形とアーチの代わりとなる三角形の張り形で、 分節して装飾している。立面を分節する手法は初期の中世建築に一般的に認められるが、ロルシュのローモンはこれがカロリング町建築にすでに確立していたことを物語る。外壁分節はレオン王国のラミロ一世の宮殿広間とイギリスに残るアールズバートンのオールセインツ聖堂の等10世紀にも見られるが、オールセインツの等のモチーフは ローマ建築のものではなく、地方的なものに解体されている。ラミロ一世の宮殿は、848年に建設され、13世紀以降は、サンタマリアデルナランコと呼ばれている2階建ての建築物で、1階2階ともにトンネルボールとをかけ、そやではあるが、円柱、ロッジや浮き彫りの円盤などで立面を分節装飾している。 旧世紀後半になると、ヨーロッパの北方では、ノルマン人が、東方からは、ハンガリー人、南イタリアから、アッパース朝がそれぞれ侵入を繰り返し、イベリア半島では後ウマイヤ朝が流星を誇って、その肺を盤石なものとしつつあった。加えて、ベルダン条約による、フランク王国の分裂で権力が希薄となったため、諸侯による紛争が頻発し、ヨーロッパ全域は、 文字通りの暗黒時代を迎えた。建築活動は著しく衰退し、この時期に建設された建築で現在に残るものは全くない。一方で、この混乱はフューダリズムを発達、確立させることになり、この時代に中世ヨーロッパ社会の枠組みが形成されることになる。オッー一世が955年のレヒフェルトの戦いでハンガリー人に勝利した後、 継続的な戦争状態から脱したヨーロッパは政治的な安定を取り戻すとともに再び活発な建築活動を行うことになった。フューダリズム、中世封建制度の枠組みは極めて曖昧なもので、オットー三世が自ら世界の皇帝と称した新生ローマ帝国の権威も行政組織に立脚したものではなく、絵画や建築といった芸術によって具現される。 象徴的な表現を頼るものであった。このため、ザクセン朝は、教会組織を統治機構の中に組み込み、聖堂の建設と寄贈した調度品によって、その権力を維持することになった。ザクセン朝初期の建築活動は、完全に空白であるが、千年前後から大規模な教会堂が建設されたことが知られている。ベーザー川とエルベ川に挟まれたザクセン地方東部は、 その中心地であり、世界遺産にも登録されているヒルデスハイムのベネディクト会、大衆動院ザンクト・ミヒャエル聖堂が、この時代のザクセン朝建築の偉大なるモニュメントとして残っている。ザンクト・ミヒャエルに代表されるように、ライン川流域からアルザス地方の境界堂は、円柱とピア、角柱を交互に配置する平ら天井バシリカが好まれた。 単純に円柱と角柱を交互に配置する方式は、ベルデンのザンクトルーツィウス聖堂、ドリュベック修道院大教会堂などが挙げられる。ザンクトミヒャイルと同じ円柱日本ごとに角柱を置く。方式は、ゲルンローでの大修道院付属、ザンクトザリアクス聖堂やバートガンダースハム、大聖堂などがある。その他に、ブレーメンなどに大聖堂が建設されたことが知られているが、現在では、 ほんの一部の遺構しか残っていない。ラインガー上流部は、ザクセン東部と共に、ドイツの初期ロマネスク建築において、重要な役割を担った場所である。世界遺産にも登録されているライヒエナウ島には、千年、前後に建設されたオーバーツェルノザンクト・ゲオルグ聖堂、ミッテルツェルノザンクト、マリーアウントザンクト・マルクス聖堂などが残っている。ザクセン朝の後に定位を継いだ。 ザリエル朝の本拠地であるバーテン、およびラインラントでは、初期ロマネスク建築の活動は大変活発化した。ザリエル朝も、また、教会組織との連携を強化、聖堂の建設に邁進し、コンラート二世は、1024年に首都として選んだ、シュパイアー二大聖堂の建設を命じた。コンラート二世が意図した、教会堂は、比較的小規模なものであったが、 ハインリヒ3世とハインリヒ4世が、その拡張を行っている。第一シュパイヤーと呼ばれている、この境界道は、正方形の内陣と平たい外壁、不柱で分節された内壁、完全に分離した交差部を持つ、初期ロマネスク建築に、特有の形態であった。西フランク王国を継承したカペアサ、フランス王国では、初期ロマネスクの時代に、 固有の建築形態を創出することはできなかった。イルイコールドイコールフランスを中心とする王領の建築はケロンを中心とするラインラントの建築とかなり密接な関連性があり、この地方には木造屋根を持つ小規模のバシーカ式教会堂が多数建設されているが、いずれも固有の意象を持つものではない。ビニョリのサンテテエンヌ聖堂やパリのサンジェルマンデプレ。 聖堂などが、この時代に建設された比較的大きな教会堂で、あるが、現在では、ほんの一部が残るのみである。ゴシック建築のボールと天井と付け柱を除けば、ランスの三レミ聖堂が、初期ロマネスクの基本的な構成の一つである、トリビューン付き走り下の形をよく残しており、この地域のゴシック建築以前の教会堂が、どのようなものであったか伺わせる。 この時期のフランスにおいて、最も重要な地域は、ノルマン人の首領をローロが占拠したノルマンディ地方で、相当型西正面、内人州ホロー、トリビューンなどの構成は、10世紀から11世紀初頭にかけて建設された、境界道において断片的にではあるが、すでに形成されていた。ジュミエージュの修道院付属のオトルダム聖堂、1070年頃は廃墟となっているが、 フランス王領にも残っていない、素晴らしい建築で、蒸気の構成をすべて備えた、知られる限り最も古い境界道である。上部には2基の塔を備えるが、広間を備えた日正面中央の突出部はプレロ、マスクの西構えの名残で、相当型日正面に至る、カト的形態を備えている。相当型日正面は、ジュミエージュのようなカトキを経て、11世紀末に、 完全な形として現れ、やがて13世紀に北フランスの正規ロマネスクの標準的な形態となって定着した。制服王業務とマティルダが近親婚の食材として建設したカーンのサンティティエンヌ大修道院、アベオゾンム、すなわち男子修道院とサンと取りにいて、アベオーダーム、つまり女子修道院は最終的な完成は12世紀末であるが、 初期ロマネスクの構成をよく伝えている。特に、安倍王存夢の全く装飾のない厳格な日照面は、初期ロマネスク建築の相当型日照面の傑作であると言える。ロマネスク建築は、ニーダーザクセンとノルマンディの他にもいくつかの地域で発生しており、11世紀にはこれらが2つの重要な地域、すなわちヨーロッパ西北から中央部、 そしてピレネー山脈東部に統合された。イベリア半島北部のキリスト教勢力域では、レコンキスタが本格的に行われるようになる10世紀から11世紀までの間に活発な建設活動が行われた。ロマネスク建築の活動中心地はバルセラナ博が支配したカタルーニャであったが、その後政治的重要性が急速に失われたため、 当時のままの姿の境界道が数多く残っている。バルセロナ博はフランク王国の偏境領として置かれたものであるが常に独立を保ち続けており、実際にカロリング城建築とはほとんどつながりを持っていない。カタルーニャの建築を一言で表現するとすれば、それは石像トンネルボールとの建築ということになる。この地域の主要な建築形態は広間式境界道。 ハレンキルヘと呼ばれる景色。平面はバシリカと類似するが、空間構成は北西ヨーロッパの木造平ら天井バシリカとは決定的に異なる。広間式境界道は両流れの屋根を持ち、内部は高さがほとんど同じ三連の石像トンネル、ブールトによって構成される。内部ボールトの高さが同じなので、通常のバシリカのように高窓は存在せず、 内部は左右の壁に設けられた小さな窓しかないため非常に暗い。外観も通常のバシリカに比べると著しくずんぐりとした印象を与える。初期ロマネスクの広間式教会堂は独特の神秘性を漂わせた教会堂であり、イベリア半島北部から南仏一帯のアルビジョア十人軍によって滅ぼされた独自の文化を垣間見ることができよう。これらの地域、 カタルーニャだけでなく、ルシオン、ミディピレネー、アキテーヌでは、広間式と共に、アストゥーリアスで採用された、単独式教会堂も広く普及した。代表的な建築物として、カルドーナのサンビセンテデル・カスティーリョ聖堂1029年から1040年頃、ラトスサデモンブイのサンタマリア聖堂、987年以降、がある。ブルゴーニュの初期ロマネスクは、 カタルーニャの建築と密接な関係を持っている。広間式境界道が採用されただけでなく、天井は多くの場合、石像トンネルボールとによって構成された。トゥールニュのサンフェディベール聖堂は完全な広間式ではないが、側廊の天井が高く作られており、新廊の高窓は低い壁に穿たれている。太い円形ピアは上部に細い円形付け柱を搭載し、これが 新郎の横断アーチを支えている。しかし、何よりこの境界道を印象深いものにしているのは、横断方向にトンネルボールトがかけられていることで、構造的には、ボールトを並べることによって、水平方向の応力が相殺されるため、安定性が高い。しかしながら、この措置は、他の境界道建築には、若干の例を除けばほとんど見られない。内部のボールト構造が、 ヨーロッパ南部の特徴を継承するものであるとすれば、相当を備える重厚な作りの西正面は、北部ヨーロッパとの連携を示している。正キロマネスクは、時代区分としてはおおよそ1070年から1150年までの時代を指す。レコンキスタを進めるイベリア半島を除けば、西ヨーロッパの情勢は、比較的平穏で、10世紀から始まる農業生産力の向上と、 経済活動の急速な復興によって、ヨーロッパ全体の人口が増加し、芸術活動も大変活発になった。木造の平ら天井をかけたミカドリ立大聖堂、第一シュパイヤーは1061年に建造されたが、1080年から1108年頃にかけて再建工事が行われた。この第二シュパイヤーは、正キロマネスク建築の極めて重要な、 そして完成された境界道である。天井は石像の交差ボールトで構成され、各ボールトは壁面の不柱から伸びる半円のアーチによって縁取られる。これによって新動は明瞭に分接された。高窓、クリアス通りもそれまでの壁に穿たれた単純な開口部から柱を相互に連結するアーチになっており、壁で構成された建築というよりも、 フランスの正規ゴシック建築のような骨組みによる構成に近いことがわかる。シュパイアー大聖堂の完成度は非常に高いが、当時建設された教会堂の一般的な形式というわけではない。しかし、その革新的な技術は同じく皇帝によって建設されたマインツ大聖堂において直ちに採用された。 シュパイアー大聖堂を混流するほどに強化された神聖ローマ皇帝の威厳であったが、この権力は実際には覚勢力の微妙なバランスの上に成り立った危ういものであった。世俗権力との結びつきによる弊害を強く意識するクリュニー修道院は教会改革を掲げ、やがてこれは司教や修道院長の任命権をめぐる皇帝とローマ教皇との対立、 いわゆるジョニーン権闘争に発展する。1122年のボルムス教約において、この闘争は、ローマ教皇が有利となり、神聖ローマ皇帝の権力基盤の一翼を、担っていた聖職者はその勢力から切り離された。その結果、皇帝から神権が失われ、ザリエル朝サの時代に弱体化していた諸侯はこれに、付け込んで、再び勢力を拡大することになった。 教会改革運動そのものは、ロマネスク建築に直接的な影響を及ぼしていないが、結果的には、ロマネスク建築の多様化を促すことになる。フランス王国は、1180年にフィリップ2世が即位するまで、国王の権力が小さく、地方の建築活動は大変大きな差異を示した。最も重要な建築を残したのはやはり、 ノルマンディとノルマンディ港に征服されたイングランドで石像天井の建築技術をいち早く取り入れ、12世紀初頭には大規模な石像天井を持つ教会堂が出現た。1093年から1133年にかけて建設されたダラム大聖堂は天井全体に交差リブボールとを採用した最初の教会堂で、このために第二種パイアーと共に 正規ロマネスク建築の最も重要建築物となっている。振動は太い円柱と天井に達する付け柱を配した複合柱を交互に配置する構成で、天井の横断リブは複合柱に対応する。このため、横断リブの間で交差ボールトが2度繰り返され、未だ完成されていないという印象を与えるが、これはその後出現する六分ボールトに変わる。 唯一のボールト加工と言ってよい。ゴシック建築に引き継がれたロップンボールトは、カンノサンテティエンヌで成立した。木造の平ら天井を持つ、教会堂は1七7 7年に完成したが、その二十年から三十年ほど後に、天井は全面的に石像に変えれた。振動のアーケードを構成する柱にはあらかじめ、天井に到達する付け柱があり、リブボルトが掛けられた時には、 不柱に沿って、リブが設けられた。サンテティエンヌの場合もダラム大聖堂と同じように、柱間は二つ置きに設けられたが、その間に二つの交差ボールトをかけるのではなく、交差ボールトを横断するようにリブが設けられ、六分ボールドという、決定的な形態が出現した。シュパイアー大聖堂がそうであるように、ダラム大聖堂とカーンのサンテティエンヌは、ノルマンディの例外的な建築物である。 双方の地域では12世紀前半までほとんどの教会堂が木造の平ら天井であった。特にイングランドやイタリアでは石造技術が十分に発達した13世紀においても意図的に木造の平ら天井を持つバシリカが建設され続けた。これは単に技術的な遅れや建築材料の不備が木造の天井を作らせたのではないということと石造天井の構築が 当時の人々にとって必ずしも進歩的であるということを意味しなかったということを示している。初期ロマネスク建築の西正面はカロリング町の西構えから発展したもので、その形態によって縮小型西構え、三等型、相等型、横断型、単等型に分類される。カロリング町時代の西構えも10世紀頃まで建設されており、 ヒルデスハイムのザンクト・ミヒャエルやランスのノートルダムなどは、発掘によって、コルバイのザンクト・ビートスに類似する面の西構えを持っていたことが知られている。現存する、初期ロマネスクの西正面は、ケロンのザンクト・パンターレオン聖堂、千年、そしてミュンスター・アイフェル級大衆動員のザンクト、クリザントゥスウント・ダリーヤ聖堂などある。一部復元されているが、 ザンクト・パンター・レオンの西端部は洗練されたもので、箱型の中央塔を挟み込むように二つの円形階段塔を持つ三塔型日照面と呼ばれる形式である。これは両側の階段塔は発達していないものの、アーヘンの宮廷礼拝堂日照面において、すでに認められる形式で、1000年から1200年頃にかけてスヘルデ川とエルベ川に挟まれた地域においてく採用された。 相当型の日照面を持つ建築物がいつ頃建設されたのかは明確でない。平面上、相当型日照面と横断型日照面と呼ばれる形式は類似しているため、上部構造が残っていない限り、これらを区別することはできないからである。ジュミエージュにあるノートルダム聖堂の西側前、1070年頃は相当型日照面への指向性を伺わせるが、 確実にそれとされるのは、11世紀末に建設された、カーンのサンティティエンヌ制度を1077年である。装飾のない厳格な構成であるが、サンティティエンヌの生産部は、北部フランスでその後も採取され続け、やがて世紀ゴシック建築の標準的な形式となった。複数の塔を建設することは中世、ヨーロッパ建築の大きな特徴で、確証はないものの、 当時の大聖堂の多くが3つ以上の塔を備えていたと考えられる。これに対して、イタリア半島では、西構えそのものがほとんど採用されなかったので、教会道から独立した担当、首労を西正面に建設する形式が好まれた。アルプス以北の地域でも担当は西正面に建設されることがあったが、しばしばカルドーナのサンビセンテデル・カスティーリョ聖堂のように、 西面ではなく東の内陣島として建設されることがあった。初期ロマネスク教会堂の標準形式は壁面を石像、天井と屋根を木造とする平ら天井バシリカである。初期キリスト教建築のバシリカでは振動内部はアーケードと高窓、クリアストーリーのみが面に変化をもたらすだけであるが、ニーダーザクセンとシャンパーニュ、ノルマンディの教会堂は、側廊の二階部分にトリビューン。 トリフォリウムと呼ばれる振動に向かって解放された通路、内紙は部屋を持っており、これが振動内壁を水平方向に分設した。ゲルン道でのザンクトザリアクス制動などがその代表的なものだが、トリビューンの機能とその起源ははっきりせず、ビニョリのサンティティエンヌ制動のように二回路がなく、アーケードと共に速路と振動を結ぶだけの偽トリビューンと呼ばれるものもある。 イタリア半島以外の地域では、バッシリカのアーケードは、円柱ではなく、ピア、角柱で構成されたが、11世紀になると、ピアと円柱を交互に配置する形式が好まれるようになった。ピアの配置は、構造的な安定をもたらすが、ヒルデスハイムのザンクとミハエル聖堂のように、最初はアーケードに振動とソデローの交差部のリズムを、繰り返すだけの措置に過ぎなかったかもしれい。 しかし、ジュミエージュのノートルダム聖堂では、ピアに天井まで達する半円形の不柱が付属して、一つの柱間、米のような構成になっており、内部壁面を明瞭に分設している。また、確実ではないが、この聖堂の天井には、パビーア近郊にあるサンタマリア・マジョーレ聖堂に似た、壁付き横断アーチが掛けられていたらしく、柱間の区分を、さらに決定的なものにしていたらしい。 これらの制度はすべて基本的に木造の平ら天井で石造ボールとではない。石造天井の技術は、堅固な建築物を建設する目的のために必要とされ、実際にその試みはすでに10世紀には行われていい。しかし、石造天井を構築するための技術的問題が本格的に解決され、運用されるのは続く正規ロマネスク時代である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。